はい、スティーラーズファンの皆様、こんにちは。今回もご視聴ありがとうございます。本日はこちら、江戸川へやってまいりました。相手は優勝候補、クボタスピアーズ。かなりタフな試合になると思いますが、新人からベテランまでバランスの取れた強いスティーラーズ。きっといい試合してくれると思います。神戸で応援しているみんなの分も僕が応援してきます。はい、ということで試合終了しまして、40対32で、残念ながら惜しくも敗戦となってしまいましたが、まあでもいい試合だったと思います。若手メンバーを多く起用した試合で、ここまで優勝候補のスピアーズとやれたっていうのは、すごく収穫になったと思います。いや、でも正直、本音を言うと、今日勝てましたね。悔しいです。もうプレイオフとかそういうの関係なしに勝ちたかったです。本当悔しい。この試合、トライを決めたのが、ブレイザー選手、クルーデン選手、シカリング選手、そして中島大輝選手。結果的に4トライでしたね。なんかもっと取ったような感覚があったんですが、後半は1トライに終わりましたね、結局。後半やっぱり、スピアーズのディフェンスが光ったなと、まあそれに尽きるのかなと思いますが。いや、それでも後半もう1トライは決めなきゃダメでしたね。アタアタ選手のハットトリックはありませんでしたね。まあでも今日のトライ、全部いいトライでしたね。トライ取ったら当然大喜びしてたんですが、まあ、2勝 VC とやっぱり完全アウェーでした。まあそれでもスピアーズファンはもちろん敵チームにも拍手を送ってくれるんで、雰囲気は最高でした。まあ点数見てもわかるように、接戦でトライも1本差だったんですよね。まあこの1本が大きいんですけどね。いやー、何回も言うけど悔しいな、勝てたな今日。この試合印象に残ったプレーは、まずアタアタ選手が想像以上にナンバー8してましたね。もっとこう気さくでナンバー8なのにウィングの位置にいるみたいな、そういう感じでいくのかと思ったんですが、もうほんとね、思った以上にナンバー8でしたね。スクラムもなんかしっかりボールかき出してて、あとナンバー8もいけんじゃねえか、すげえなーって思ってました。今後、まあアタアタ選手だけじゃなく、フォワードとバックスの二刀流っていうのももしかしたらやるチーム増えてくるかもしれませんね。今日デビューしたスピアーズの原戸選手なんか二刀流やれるんじゃないですかね。ナンバー8とバックス。続いて印象に残ったプレーは、李承信選手が久々にキッカーを務めたんですが、ゴールキック6分の5成功させました。まあ、別にクルーデン選手が下手とかじゃなくて、承信が安心して見れますね。今日最終的に32点取りましたが、そのうちキックで取ったポイントが12ポイントなので約3分の1承信が取ってます。今日ほんと久しぶりのキッカーだったんですけど、実は承信選手8本連続で成功してたんですよ。なので今日1本目外さず全部成功してたら、なんと14本連続だったんですね。まあそんなとこね、普通の人は注目してないかと思いますが、承信選手今後基本的にキッカー多分務めていくと思うんですが、きっとこれから先彼のプレスキック、神戸の武器の一つになっていくと思います。続いて気になったプレーは、スクラムが今シーズン一番安定していたなぁと思います。今日スクラムで押し負けたっていうとこはなかったですね。1回だけアーリーエンゲージあったかな。それ以外はペナルティー犯してなかったと思うので、まあ、すごく本当今日のスクラムは、まあ、気合入ってたっていうのもあると思いますが、安定しててね、見ててすごいこっちも安心できた。最前列若手の高尾選手なんかもすごい頑張ってましたね。残り2試合も今日みたいな安定したスクラム、まあ、欲を言うと、もっともっと強いスクラムを見せてほしいなと思います。46分の中島選手のトライ、後半始まって、まあ、神戸のミスもあっていきなりトライを奪われてしまって、このままスピアーズのペースいっちゃうのかなとかって嫌な予感がしたんですが、すぐに中島大輝選手がトライで奪い返してくれて、あのトライなかったら多分もっともっと点差開いて負けていたなと思うので、あのトライはすごく大きかったなと、まあ結果は負けてしまってるんですが、それでも大きかったなと思います。中島選手9番が板についてきたなと思います。もちろんね、日和佐選手最高に最高の選手ですけど、ただこれから先はやっぱり中島大輝選手に神戸の9番背負ってほしいです。もちろん徳田選手も今シーズンもしかしたら見れないかもしれないですけど、中島徳田で切磋琢磨しながらやってほしいなとも思いますね。で、46分中島選手のトライって言いながら、途中で出てきた日和佐選手やっぱ最高だなって思いました。プレーもですが、あのチームを鼓舞し続ける声、すごいね、日和佐選手の声も響き渡ってるんですよね。彼が出てくるとね、ほんともう一回チーム頑張れるっていう気持ちにね、こっちまでなるので、いやーもうね、シンプルにね、日和佐選手大好きです。はい、ということで14節スピアーズ戦の振り返りでした。いや、もう一回言います、悔しいですね。勝てたって今日、まあ先週のワイルドナイツ戦もそうだったんですけど、あれもね、勝てた、もう勝てた試合をね、勝てなかった時ってほんと悔しいですね。まあこの悔しさバネに、来週最後のホームゲーム、神戸ユニバーで第2節で悔しいボロ負けを喫してしまったキャノンイーグルス、イーグルスをきっとぶっ倒してくれると思います。今季やっぱりね、あの試合が一番もう悔しくてね、悔しくて震えました。あの試合ほんとね、辛かった。なので次の試合はもう絶対
対に勝ってほしいです。プレーオフとか順位とか関係なしに、やっぱあんだけねボロクソにやられたら、もうやっぱり倍にして倍返しにしなきゃいけないと思うんですね。イーグルス、ワイルドナイツには敗れましたが、スピアーズにも勝って、田村優選手も戻ってきて、ほんとね絶好調なので、かなり手強いと思いますが、今のスティーラーズだったら絶対勝てると思うんで、来週僕は J スポーツ観戦となりますが、全力で応援していきたいと思います。敗れてしまいましたが、やっぱりねスピアーズの運営は本当に素晴らしくってですね、会場の雰囲気も最高で、観客動員数は今日4600人くらいだったんですが、もともと江戸川ってあまり大きくないので、江戸川じゃなかったらもっとたくさん入ったんじゃないかなと思うんで、今シーズンは江戸川にスピアーズの試合2試合見に行きましたが、まあ、この運営してたらファン増えるわっていう感じは本当にします。まあ、他のチームが悪いってわけじゃないですけど、それでもスピアーズの運営を見習うとこたくさんあるなと思います。今日もいろんな方に会場でお会いすることができて楽しかったです。スピアーズファンの皆様もお疲れ様でした。ありがとうございました。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。来週のイーグルス戦メンバー考察動画でお会いしましょう。それではまた来週。